見残しは、徳島県三馬市小屋平と三吉市東、稲の境、鶴木山と丸笹山の間に位置する峠。標高は1410メートル。なお、佐田光へ抜ける国道438号の最高所は1450メートル。現在は、古くからの峠道の下に国道438号が通っている。トンネルを、 三吉市川に抜けたあたり一帯には、県山登山用リフトと、土産物屋及び民宿が立ち並んでおり、登山シーズンには観光客で賑わいを見せる。ただし、当季は周辺を含め終日もしくは夜間全面通行止めになる。日本郵便から交通困難地の指定を受けているため、違いから当地宛てに郵便物を送付することはできない。 見残し国道交差点国道438号を徳島市の起点方面から走ってきた場合、見の越トンネルと土産物屋の通りを抜けた先で道路が2つに分岐している。この交差点で、堺出市、剣町方面へ向かう国道438号と、四万都市、大宝町方面に向かう国道439号に分かれる。439号は、 徳島市の起点から438号と重複していたため、ここで初めて438号と分かれることとなる。また東交差点では、東方面から西方面に国道492号も通過している型路線との重複区間のため、案内標識には表示されていない。ありがとうございます。